さあ、アバネロを助けに行くんやけども、アバネロがいるのは魔王城や。ただ行っても殺されて終わり。そもそも魔王城の周りのモンスターなんか、相当ヤバい野郎から。あの香水があってもどうにもならん可能性が高いぞ。確かにな。俺ら三人では魔王城にたどり着けるかもわからへん。しかもなんとかたどり着いても魔王城には四天王と魔王がいる。それに四天王以外にも魔王軍の兵士は何人もおる。その全員をかわしてアバネロまでたどり着くのは、正直無理に等しい。そんなんわかってる。それでも魔王城に行くんか。アバネロは俺を助けるために。 あんな危険なことしたんやろあいつを助けるのを危険やからっていう理由でやめれるわけないやろいや、やめるとは言うてない。なんか、思いついたんか発想の転換や。俺らが魔王城に行くんじゃなくて、アバネロを魔王城から出したらええんとちゃうんかなるほど。どうやんねん。いや、それは知らんけど。なんやねん。いや、そっちの方が絶対安全やから。どうせ今から考えるんやったら、そっちの方がええやろって話や。丸投げはやめようよ。誰が言うてんねん。まあでもとりあえずそっちの方が良さそうやな。だからアバネロが魔王城から出れるように、俺らでどうにかしよう。 でもアバネロは多分、自分の意志では動かれへんし、俺らのところに戻ろうとしてるなんかバレたら、間違いなく殺される。どうしたらええんやろうか。今のアバネロは魔王の指示でしか動かれへん。だから魔王に、アバネロが外に出るように指示を出してもらわなあかん。相当難しそうやな。でも考えるしかない。そうやな。まあ、とりあえず、回転寿司でも行く俺も今めっちゃ阻止の気分やったわ。